はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時37分ぐらいですかね。はい、行きましょう。なんかちょっと眠たくなってきた。今眠たくなると困るんですけど今ね、昼寝ちゃうねん、もう夕方ねやね、そんなでけへんやん、起きてなあかんやん、そんなあと1時間ぐらいで本日終了するのに。はい、行きましょうか。JB プレスにですね、これは、月曜日ですねに出たこんな記事があってですね、まるで役に立たないロシアの先端防空システム、その理由を徹底分析というですね記事がありまして、西村金一さんというですね、私より10歳年上の元自衛官、第一空挺団所属といいますからね、あのあれです、陸の人です、あの 陸軍かな、の人です。でこのね、先端防空システムって何かと言いますとですね、ちょっと説明しますと、ロシアは前線から100キロから200キロ以上離れている空軍海軍基地、弾薬庫、作戦軍司令部、インフラ施設の上空を守るために、主に航空宇宙軍の新型 S400、射程60キロおよび S300、同30キロの長距離 防空システムミサイルを配備していると。で、これがですね、役に立たないということをですね、こうルール書いてあるんですけども、読みました。面白かったです。防空システムというのは、対ミサイルの話です、これに書いてあるのは。で、ですね、こう、両軍がですね、こうくっつくとですね、小銃を撃っちゃうでしょ。でもちょっと離れてると大砲を撃っちゃうんですよ。でももっと離れるとですね、大砲の届かない距離ですね、100キロぐらい、100キロとか、まあそうですね、100キロから200キロって書いてあるんですけど、こう離れているとですね、ミサイルを撃っちゃうんですね。で、そのミサイルをですね、守る防空システムのロシアの S400 っていうのがあって、これは射程60キロなんですね。でその A400 という、S400 というロシアの防空システムが全然使い物にならへんということと、あと、アメリカが撃つそのこの防空システムをやっつけるミサイルが全部当たってるというのとですね、このロシア側から同じように撃つミサイルをアメリカの防空システムはパトリオットって言うんですけど、それはほぼ撃ち落としてるというのがこう書いてあります。でですね、それを実証的に書いてあるんですね。こっちからこうアメリカ側から撃つ、アメリカ側とウクライナ側から撃つアメリカ製の ATACMS というのがですね、ほぼ当たってるんです。ドンピシャで当たっていて、でこっちから撃つミサイルはパトリオットで撃ち落とされてるわけですね。でこの防空システムっていうのは、飛んでくるミサイルを上と下からレーダーで捉えて、でミサイルに当たるミサイルを撃って当てるというのがですね、防空システムなんですけども、まあ何が原因かわからんけどですね、ほぼですね、ウクライナ側から撃ったアメリカ製のミサイルは要するに100発100中で当たってるんですね。でロシア側から撃ったこのミサイルはパトリオットに落とされて、飽和攻撃ではない限り100発100中で撃墜してるんですね。途中でピッとこう来たらここにピンとこうって、ね、撃墜してるということです。まあ単純に言えばですね、アメリカ製の武器がですね、ロシア製の武器を凌駕しているということですね。でロシア側もね、その要はロシア製の武器を使って、ロシア軍ではない、例えばそのロシア製の武器を下ろしてね、インド軍が戦ってね、その赤いやん使えへんやんと言うてんやったらですね、言い訳を出すわけですよ、あいつら訓練できてへんねんって。でもロシア軍が使ってるんですよ。ロシア軍が使ってやってるのにですね、ちっともですね、アメリカ製のミサイルがですね、をですね、その捉えることができない、当たってしまうということは、ここどんどんやられて、ロシア側はやられているということですね。で、まあこれはですね、もう 前からである程度は予想されたんですけどもですね、これは有識というか、ロシア側にとっては有識自体ですね、アメリカ側にとっては、ええー、まあ、うーら、お前らのポンコツやなと言うてられることです。さて、これはウクライナの戦場だけではないんですね。例えばですね、旧ソ連の兵器体系なんですね、ロシアっていうのは。で、その旧ソ連の兵器体系の国は旧共産圏でして、例えば中国なんていうのもですね、実は旧ソ連の兵器体系なんですね。
他ならぬウクライナもですね、基本的に旧ソ連の兵器体系なんですね。でも多分この2年でガラッと変わって半分以上アメリカの兵器体系に変わってしまったと思います、ウクライナ軍は、まあそれはいいんですけど、中国がですね、旧ソ連の兵器体系でですね、あのロシアの、まあ、元あのロシアからですね、ライセンスを得て作っているものもあればですね、中国はアメリカからですね技術を盗んで作っているものもあるんですね。まあ今どうなんでしょう、どっちが多いっていやですね、旧やっぱり旧ソ連側、いわゆる今のロシアからの引き継いだような兵器体系が多いと思います。つまりそれはですね、もしかしてすごいポンコツかもしれないということですね。でやっぱりね、こう旧ソ連の兵器体系の武器の中ではですね、ロシアが一番優れたものを作るというふうに思われます。中国はそのモンキーモデルといいます、一段下がった性能の悪いものにしかならないんちゃうかなというふうに僕は思うんですけどね。だから仮に台湾有事があってですね、あのアメリカ軍と中国軍が例えば台湾の陸上で戦ったとなると、多分中国軍は兵器上はボコボコに負けるでしょうね。それであとですね、ミサイルの技術は基本的にまあその100キロ200キロベースでもですね、なんて言いますか、同じなんですね。陸上でやろうと、あの海の上でやろうと、やってることは一緒なんですよ。そのレーダーで捉えて、それに対して反対から撃墜のためにミサイルを撃つという。だからですね、この海上で例えば台湾海峡周辺でですね、アメリカ海軍とですね、中国海軍がお互いにミサイルを撃ち合ってもですね、アメリカのミサイルは全部当たって中国のは全部撃墜されるという可能性は高いです。非常に高いです。ここからは分かります。多分この結果を見てですね、中国はものすごくビビってると思うんですよ。もしかしたら僕らアメリカ軍にかなわへんのちゃうのみたいな。数だけは揃えてるんですよ、中国もね、でミサイルの場合飽和攻撃というのがあります。これはどういうことかというとですね、ミサイル撃墜用のミサイルが100機あったとしますね。例えばアメリカ軍とですね、中国軍が、中国海軍とアメリカ海軍が台湾周辺でお互い、まあ、戦った時に、これはミサイルの撃ち合いになりますね。で、アメリカ海軍側でミサイルを撃墜するための迎撃ミサイルの数がまあ100発やったとします。これ本番はありますよ。まあ、仮に100発やったとしますよね。増えたらね、中国がどうするかって、100発は撃ち落とされるとしゃあないよと。んだから500発撃ってかましたろうと思うわけですよ。ほんで実際500発撃つと。そうすると100発が100発100中で命中しても400発残ってるやんって、400発がアメリカ艦隊に命中すれば俺らの勝ちやんとこうなるわけですよ。まあそれが飽和攻撃と言われるもんでして、多分中国はですね、飽和攻撃をガンガン仕掛けてくるんちゃうかなと。もともとそういうね発想する国なんですね。朝鮮戦争なんかもそうでした。アメリカ軍はガン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 撃ってくるわけでしょ。撃ってくる以上人間集めたらええだろうと。アメリカが1万発撃ってくるんだったら2万の兵隊で行ったらええで、本当は1万人はいけるやないかみたいな、まあ、そういう発想なわけですよ。それをこうミサイルでもやってくるんちゃうかなと思います。まあそれは分かりませんけどね、やってみな、でやってみるかどうか分かりませんし、でもこのですねロシア製のですね防空ミサイルのポンコツぶりはですね、きっと中国をビビらせて、北朝鮮もビビらせてる。まあでも北朝鮮はね、なんていうか、こう、感染武漢みたいなね、現地に人を派遣してね、研究してるというふうには思いませんね。そんな余裕ないでしょ。中国はね、むっちゃ研究してるんですよ、ウクライナの。両軍どんな武器を使ってどうなってるのかって、実はむっちゃ研究してるんです。だから今頃ですね、真っ青になってるんじゃないですかね、中国軍はね。はい。ということでですね、この長い、記事ですね、約5ページにわたってますけど、1ページ目を貼っておきます。なかなか面白いですこれ、興味ある方はぜひ読んでみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。